はい、どうも皆さん、こんにちは。ハムピーです。今回は、新ショットガンがなんか最強っていう噂があるんで、それをちょっと検証していきたいと思います。ゼウスじゃね？リヴァイがゼウス使ってるって。世界観えぐ。あ、あったあった。これです、最強ショットガン。ちょうど終わってからちょっと、なんで最強って言われてるんかについて喋ろうと思います。あ、絶対あれやん。やっちゃおっかな、もういなさそうやし。怖っ怖っ、なんか怖っ。ボットが強いんだよな、これ結構。弾を無限にくれ。え、ちょ、強すぎ強すぎ。一旦全部リロードして。え、だ、敵来た。やばい。ハデス、しかももう一回生き返るっしょ多分。あ、生き返らなかった、ラッキー。あ、じゃあ案外簡単やった。え、くらえ。ゼウスアタック強無理じゃん、あんなんされたら。俺がゼウス持ってたのがもうドンマイドンマイとしか言えん。こんな感じかな、初動終わったかな。あ、でハンマーポンプもある。なんでこのゲートキーパーショットガンっていう新ショットガンがなんで最強かって言われてるかについて話していきたいと思います。こういうなんかワンボックスに相手がいて、こうやって壁張り替えた後、こうやって編集して打つと思うんですけど、普通ハンマーショットガンやったらこれぐらいとかかな、こうやってライトハンドピークで打っても壁に当たるんですよ。壁に当たって相手には当たんないんですけど、このゲートキーパーショットガン、なんかスコップついててめっちゃいいんだけど、ゲートキーパーショットガンなんかほら判定がどれぐらいの、あ、ほらここ壁あるじゃないですか。ほら、壁にエイムがあってのに、こういうのとか、壁にエイムがあってのに、ほら、ハンマーポップショットガンとかやったら、このもう壁にエイム合ってない状態でできちゃった。壁にエイム合ってない段階でも壁に当たって奥の敵に当たんないんですけど、その判定がなんかバグ？わかんないけど、まあ、でも新シーズン始まってすぐやし、さすがにバグかな。これ仕様やったらもうだって振りすぎるもんな、この新ショットガンじゃない人、ハンマーショットガンとかの人が振りすぎるから、さすがにバグだと思うんで、あともうちょいしたら治るんかなっていう感じなんですけど、やばくね。ほんまはあともう一人おった方が分かりやすいっていうか、これなんか相手視点やとほんまにえぐくて、マジで何も見えへんねんか。クリップでちょっと流れてきたんですけど、それがね、やばかった。なんでまあ、この新ショットガンを相手にしたら、ボックスファイトでちょっとライトハンドピークはしない方がいいかもしれないですね。相手の方が、あの打ち出しっていうか、早いんで。先に当てられるのが、これスコープついてるからちょっと分かりにくいけど、
これはちょっと無理か。ほら、これとか。これとかね。ちょっと分かりにく。スコープ班の分かりにく。こんな感じです。話すこと終わったかな。まぁ、ちょっと実際にボックスファイトとかしたいんやけど、人いるかな。メダル持ち、いっか。ちょっと、人いね。あ、人間発見。いきます。砂怖いんで、先に倒しといて。ボックスに入ってもらって、あ、壁壊すな。あ、俺めっちゃ見えるように撃っちゃうわ、やべ。ちょ、今のは普通にハンマーでも当たります。メダリオン見るからあれでいくか。お試しお試し。絶対あれやん。え、てかこのサウンドエフェクトいいな。めっちゃかっけえ。空飛んでる人の。でも当たんな。いいとこ取りすぎん？これって回数がなくなってさ、いきなりなんか落下死とかないよな。一応海の上にとく。弾薬切れ、弾薬切れなんてあるの。あ、もうやばい、落ちちゃう。もうじゃあ落ちる、受精してる。どこだ。あ、あれか。もうラスト 1v1 やねんけど、最後の人で頑張るか。すいません、ボックスに入っていただきたい。これ取っかな。もうちょっと端っこ行ってほしいんだけどな。こういうところ。あ、そうそうそう、こういうところ、こういうところで。あ、じゃあ相手がライトハンドピークになってない。ちょっと待って、右行って、右。左に行くんだって。むずい。あ、じゃあもうここ床が。ちょ、待って、むずい。どうすればいい。こっちから越せばいいか。来た。フリーディ？えぐ。来た、行きます。むずいな、案外。あ、ほらほら、今のも当たったくね。たびに案外 A も当てたくない。そう、あれとかハンマーショットガンやったら当たらへんねんけど、新ショットガンやったら当たります。よかった。最後の最後に抵抗。まあまあまあ、いいでしょう。こんな感じで高評価と、チャンネル登録お願いします。それではさようなら。